分？そこに見えるはオンボロ寮の監督生とケムクジャラの寮生か。オンボロ寮の監督生はこいつだけど、親分はこの俺、グリム様だ。勘違いすんじゃねえんだぞ。そうであったか。これは失礼した。ふん。お主も出席してくれたのだから、マレウスも顔を出せばよかったのにの。あいつ来てねえのか？自分のとこの子分のお別れ会だってのに、親分としてなってねえんだぞ。そうじゃな。今度お主が親分としてのあり方をアドバイスしてやってくれ。しょうがねえな。さっき食べたうめえ肉の分、この俺様が親分の心得ってやつを指導してやる。監督生よ、これまでマレウスに対し他の学友と変わらぬ態度で接してくれたこと、礼を言う。ありがとう。もう知っていると思うが、あやつは妖精であり、茨の谷の次期当主であり、世界屈指の強大な魔法師じゃ。大きな力を持つがゆえ、人々に遠ざけられることも多い。だがあやつにはもっと外の世界との触れ合いが、友と呼べる存在が必要なのだ。わしはこの学園を去るが、どうかこれからもあやつと仲良くしてやってくれ。どうした？突然ぼんやりして大丈夫か？子分、最近ぼーっとしてることが多いんだぞ。うちのシルバーも眠気に負けて立ったまま寝ていることがよくあるが、ふん、ちと気になるな。今度学園長に相談してみるがよい。おい、本当に大丈夫か？足がふらついてんぞ。監督生さ、着席して少し休息を取ることを推奨するよ。うん、顔色があまり良くないみたい。食いすぎか？手のかかる子分なんだぞ。リュース、監督生が調子悪そうだし、挨拶したら帰ろうぜ。だな。パーティーの主役にはちゃんと挨拶しとかないと、後で寮長に首をはねられる。ハートの女王の法律以前のマナーね。リリア先輩、今日はパーティーに招待してくれてありがとうございます。料理も飲み物もすげえ美味しかったです。お主らはハーツラビルの新米トランプ兵ではないか。マジフト大会の時はお礼参りの助立ち、あざした。借りを返さねえうちにお別れで残念です。ケイトたちといい、義理がたいことよ。ハートの女王の法律では、盗んだり借りたものは絶対返さないといけない決まりらしいので。では借りを返すと思ってわしの頼みを一つ聞いてくれるか。